は、まずはワーコレの和の国スタイル1と2の飾り方についてアップできればと思います。こちらは昨年の11月と12月に発売されたもので、左のルフィからロゴまでが11月、右側のナミからブルックまでが12月に出たものになっています。こちら原作の扉絵だとキャラクターのサイズだったり躍動感がすごすぎてなかなか飾りづらいっていうのをお見かけしまして、今回ちょっと飾りやすそうな台座があったので、そちらのご紹介ができればと思って動画を撮ってみようと思います。それでは早速見ていきましょう。今回はこちらのちょっと変わった形の台座を Amazon で見つけましたので2つ購入しました。これがですね、ちょうどいいぐらいの高さになっているので、これを使ってそれぞれの大きさの違いだったり高さの違いっていうのを出していければと思っております。では早速飾ってみます。ちなみにワーコレの扉絵に関しては、扉絵の原作イラストと一緒に飾るとかなりワーコレが映えますので、今回はこちらのブックカバーを用意してみました。僕はメルカリで買ったんですけれども、多分探せばまだあるんじゃないかなと思います。結構出来がいい感じなのでおすすめです。これをベースに飾っていきたいと思います。実際に飾ってみたのがこんな感じになります。ポイントとしてはサンジとチョッパーのまず軸を入れ替えています。これはですね、チョッパーがかなり軸が低いのと、サンジが逆に高い位置に結構あったので、それを入れ替えることでチョッパーが飛んでるようになお見えやすくなるかなと思って変えてます。あとはフランキーとブルックが元々のイラストがとても大きいので高い位置に置いたり、あとウソップに関しては小さいウソップが元のイラストだと3体いるんですけれども、ワーコレ自体は同じサイズなのでちょっと3体はいらないかなと思って1体で飾ってみました。こんな感じでワーコレに関しては他の種類も飾り方など紹介できればと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。こちらが和の国スタイルです。あとはワーコレアタックですね。これも波とかがちょっとパーツをつけてます。あとは麦わら5、6、これも土台をちょっと自分で作ってみました。あとは魚人島もすごいお気に入りなんですけど、こんな感じで水の中っぽさを演出してます。